ルビちゃん。ルビちゃん。どうしちゃった、ルビちゃん。ルビちゃん。何泣いてんの？さっきご飯いっぱいあげたでしょ、のびちゃん。忘れちゃいましたか、のびちゃん。もう覚えてないの？ダメですね、そんなことでは。のびちゃん。今日は1月5日、土曜日。今夜の9時です。のびちゃんは、私がここでパソコンので動画の編集をしてると必ずやってきて、これ今キーボードの前にいますから邪魔します。今動画の編集してたんですけども、のびちゃんが来たんでちょっと一休みしてます。のびちゃん、後ろにものびちゃん映ってますね。後ろののびちゃんはですね、なかなかいい写真じゃないかなと思って、これインスタグラムに今日あげようかなと思ってたんですけど、どうでしょうか、のびちゃん、いいですか、出して。ダメ？のびちゃん、のびちゃんの顔がちょっと暗いな。明るくしてやるか、ね、ライトつけました。のびちゃんどうですか、ちょっと明るくなったんじゃないかなと思うんだけど、ね、照明付きですからね、のびちゃん。あ、上行っちゃった、上に。あ、誰か、あれは空くんだな。空くんが階段を登ったり降りたりしてるから、のびちゃんが気にしてるな。誰か来たんじゃないかっつって。のびちゃん、もうさっき君、そらくんにご飯もらってたでしょ。お魚くんとかいう、ね、ウェットの。いっぱい食べてたじゃないですか。のびちゃん。のびちゃんは、このところずっと毎日ですね、天気良かったんで、正月。毎日散歩してました。しずかちゃんは、なんかタイミング悪くて、ずっと散歩してないですね。しずかちゃん2回脱走しましたから今日も1回屋根の上飛び降りましたね。屋根の上飛び降りて木の上にいるところをですね、見つけたんですけれども、脚立を出してですね、捕まえようとしたらまた屋根に上がって逃げて、またベランダに自分で戻りました。のび太くんはもうどういうわけか全くジャンプしないですね、飛び降りないですね。偉い、君は偉い、すごく偉い、ね、どうした、のび太くん、ご飯もらえないからもう諦めた。焦点がビデオのモニターの方に行っちゃってるの。これだとぴったり君に合ってるね。やっぱせっかくのお顔がピンボケじゃんね、のびちゃん。嫌だよね、のびちゃんのアップ。のびちゃん、のびちゃんも映りようによってはな、かっこよく撮れるからな。かっこよく撮れればイケメンとか言われたりするけど、普通の顔はですね、普通の猫ですねそれはそうなんだ。これが写真で撮ったのびちゃん、これがちょっとボイトリアルのびちゃん、どっちがどっちだか分かりませんけど、さあもう5分近くこういう何でもないただの動画を撮ってるんで終わりにしましょう。また私動画の編集に戻ります。のびちゃん、ここから降りてね。そんなところに座ってないで、そうやって危ないからね。私の作業もできないし。はい、のびちゃん、おしまいでーす。